じゃあ、又子選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。レースなんですけども、まあ、前中段から、まあ、短期間で前中段ありましたけども、組み立てはどういうふうに考えられてますでしょうか。まあ、やっぱり脇本さんもついてることですし、しっかり地元マルクっていうのもあって、まあ、期待さん相手に先手を取っていくっていうのが今後のためにもなると思ったんで、あの道中あまり動かずにしっかり期待さんの隙をついて叩くっていう作戦でした。あの辺りっていうのは後ろに短期勢が2人いたっていうのも大きいんですかね、判断としては。いや、まあ気にはしなかったんですけども、まあ、脇本さんも足もありますし、僕と脇本さんさえできれば、まあ、脇本さんが何とかしてくれるとは思ってたんですけど、やっぱりこう飛びつきが差し割れたらっていう、ね、脇本さんはあれは想定はしてなかったっていうふうに言ってたんですけど、まあ、やっぱりこう期待さんの先行力を持ってのああいう流れ、ハイスピードのやっぱり期待さんの判断だと思うんで、うん、とても苦しかったと思いますし、まあ、やっぱりこう先行力っていうところの差で期待さんとすごいこう差があるんで、まあ、今後の課題としても大事だと思いますし、まあ、本当にこう初日やられてしまって、まあ、近畿で大敗してしまったんで、まあ、明日からも集中力切らさず戦っていきたいですね。準決勝決勝で期待さんを倒すぞっていう。そうですね、まずは二次予選、もう本当にこう多くの近畿の選手を勝ち上がって一緒に勝ち上がっていって、まあ、戦力を多く持った状態で決勝戦と挑みたいです。まあ、今回は結果はちょっと良くなかったですけど、地元の声援というのはどうだったでしょうか。もうすごい力になりました。お客さんも多かったんで、まあ、本当にこうオールスターに引き続き熱気のあるバンクでした。まあ、最後日曜日地元勢近畿勢たくさん乗って、まあ、もっと応援してもらえる形をできればなっていう感じですかね。そうですね、そうなれば最高の舞台だと思います。この後というのは部屋中心とか、 なんかセッティングをなんか見直したりというのはありますか。まあ、セッティングもケアも、まあ、いつも通りにして、本当にこう集中力をどんどん高めていきたいです。わかりました。はい、では明日以降の意気込み、最後お願いします。二次予選もしっかり気緩めず隙なく戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。